こんにちは。いよいよ Windows 11のリリースの日が決まりましたね。10月5日ということのようです。私がメインに使っているパソコンもなんとか Windows 11にアップグレードできますが、もう一つの古いノート PC が Windows 11にアップグレードができません。なんかもったいないな、何か使えないかなと思った中でありました。Chromebook にすればいいんじゃないかということで、今回はね、古いノートパソコンを Chromebook にしてみたいと思います。はい、こちらがね、古いノートパソコン、パナソニックレッツノートの CFS10 という型番のパソコンでございます。まあ、CPU が i5 なんですが、2世代目の古い CPU です。メモリーが 8GB、 ハードディスクドライブが 250GB、 そして64bit のオペレーションシステムでございます。今回用意するのはこの古いノート PC と、あとこちら 64GB の、ね、USB メモリーです。このメモリーに Chrome OS、今回はね、クラウドレディというところで、設定するんですけど、64GB あれば十分なようです。これとりあえず先にこれ挿しておきましょう。はい、そしてね、サイトなんですけれど、これパソコンアップにしましょうか。よいしょ、ぐーっと、はい。英語のサイトなんですけれど、まあ、事前にね、ちょっといろんな、ブログとかの記事を見てね、勉強しながらやっております。はい、でこのね、ニアウェアというホームページのずっとこれ下の方に行くとあるんですね。あ、これ OK 押していいのかな。 OK 押しとこう。でこれずっと下に行きましょう。はい、そして、1って書いてます。 Build your cloud ready installer で、今回は Download the USB Maker というのを使います。すんで、ここをねクリックします。はい、画面変わりました。あ、なんか今右下インストールのなんか始まりましたね。ちょっと、あと40秒ぐらいか待ちましょうか。はい、ダウンロードが終わったようなんで、この左下ここをクリックしましょう。はい、開いてますって出ましたね。あ、画面切り替わりました。はい、ここは OK、 はいですね。はい、画面切り替わりました。これは、問題ないですね。はい、USB メモリーのこと書いてますね。で、20分ぐらい時間かかりますって書いてます。はい、でこれ NEXTクリックしましょう。はい、ここも、問題ないでございます。 NEXT をクリック。はい、バッファロー USB フラッシュディスク USB デバイス、はい、ここ、先頭にチェック入れます。はい、問題ないです。 OK です。 NEXT クリック。はい、これで、しばらく、様子を見ましょう。はい、ダウンロードが終わって、Creating your cloud ready USB installer This process may take up to 20 minutes ということで、あと20分、時間かかるようです。しばらく様子を見ましょう。はい、ということで、クラウドレディ USB クリエイテッドということで、作業は、全て終わりました。はい、これでフィニッシュをクリックすれば OK ですね。これで、終了させましょう。はい、ドライブ E を使うにはフォーマットする必要があります。出る場合がありますが、これはフォーマットはしません。キャンセルで OK です。はい、ということで、作業は、全て完了です。今ね、どんな作業を行ったかと言いますと、この、ネバーウェアというところの、クラウドレディというところから、
このね、USB メモリーに、Chrome OS を、インストールしました。ですんでね、パソコンがあればこの、USB メモリーから、Chrome OS をね、立ち上げることができます。まずね、このコンピューターに、これずっとズームを、このコンピューターに、ちょっと待ってね、このコンピューターに、いきなり、Chrome OS をねインストールする前に、とりあえずね、コンピューターのノート PC の BIOS を変更して USB メモリーから起動するっていう設定にしてね、まずどんな状態になるのかということをね、確認してみてから、完璧に、この古いノート PC をね Chromebook にしてみたいと思います。はい、ノートパソコンの、設定でね、USB の方から、起動するっていう設定を行ってから、またねちょっとね再起動させてみたいと思います。保存して再起動保存しますか。はい、そしてこれで USB から、起動すればいいんですが、いきますか。あ、動いてはいますね。まあ、USB がこの下の方にあるんですけど、見えるかな。動いてますね。見えなかったな。まあ、アクセスしてます。でこれでちょっと画面がボケるんで、あ、動いた動いた動いた。クラウドレディが表示されましたね。おー、行きます行きます。初めて見る画面です。 Google Chromebook Chromebook。 デバイスの価格は変更される場合があるため Google ストアでご確認ください。 Google ホームアプリのフィードタブにリンクを送信します。なんで Google アシスタントが反応するんだろう。あ、動いた。あ、いいですね。なんかいいですねって、まだ画面があまり出てませんけど、 Welcome to Chrome Device First Secure Effortless って書いてますね。イングリッシュになってるんで、ここは日本語に変更できるの。イングリッシュ、ランゲージはこれ日本に変更できるんですよね。ちょっと反応が遅いか。あれ、反応しない。あ、出てきた。ここでジャパニーズでどこにあるんだろう。 HIG あった、ジャパニーズありました。キーボードもこれ日本語キーボードでいいのかな。で OK。 はい、でこれで始める、行きましょう。ネットワークへの接続、これはこれになるのかな。ここは、パスワードを入れる必要があるんで、ちょっと確認したいと思います。はい、パスワード入れました。接続いったかな。接続中、接続済み、読み込んでますに変わりました。 Google 利用規約、はい、これは、もう同意して続行でいきましょう。でこれあなたが使います、私が使います。はい、ここは次へでいいです。お待ちください。 Chrome へのログイン、メールアドレスまたは、電話番号、はい、ここも入力します。はい、パスワードも入力しました。次へに行きます。これで OK かな。あ、二段階認証プロセスが出ましたね。確認します。はい、確認しました。で、ログインしましたと出ましたね。あ、 OKOK、 これでできるね。これ設定後に同期オプション確認する、また同期はいいです。これで準備完了です。あ、いったいった。これで、あ、なんか出てきたよ。なんか出てきたけど、 Thanks for using Cloud Ready Home Edition って書いてるけど、
Get started、 まあ、これいいかな。はい、これ消しとこう。これなんだろう。これも、なんか出てきた。なんか出てきますけど、これも一回消しましょう。これも消しとこう。はい、という感じで、はい、Google っていうか、Chromebook。すいません、Google いりません。Chromebook、はい、USB から起動したんですけど、なんとか動いてますね。ということは、これちょっとね、あれこれ確認してみて、問題がなかったら、きちっとね、このノートパソコンにインストールしてみたいと思います。とりあえずちょっとあちこち触ってみたいと思います。ちょっと待ってくださいね。はい、ちゃんと同期してます。これブラウザー開いてますけど、はい、お気に入りのフォルダーもきちっと表示されてますね。オッケーオッケー、YouTube。オッケーオッケー、動きますね。で、これ YouTube のアプリ別にあるんだ。だから閉じて、ここ YouTube？ これ YouTube 開くとどんな感じで開くんだろう。こんな感じで出てくるんだ。なるほど。これ許可。なるほど。こんな感じで、Chromebook 専用の YouTube のアプリということになるのかな。面白いですよね。ということは、これ、ChromeOS を使っている、ChromeOS のサポートが、続く限りは、この古いノートパソコンでも使えるということになりますね。これいいかもしれない。これなんだ、これフォルダーか、ファイルか。ファイル、これは、ファイルは Google ドライブとこれ同期させないといけない。同期してる。すごいすごい、同期してるじゃん。仕事関係もこれでできるっていうことになりますね。はい、ということは、これ使えますね。この丸いボタンなんだろう。なんか出てきた。このような感じになるんだ。Google ドライブありますね。Google Keep。はい、Chromium。はい。使えますね。Google Keep も結構いろんなデータを、使ってるんだけど、保存してるんだけれど、これ、インストールしないといけないんですね。また後で、やりたいと思います。これ使えますね。はい。ということで、今回はね、これ完璧にノート PC には、ChromeOS を、インストールしていないんですけれど、USB メモリーから、起動して、その、挙動とかをね、確認しておりますけど、現時点では特に、問題はないという感じでございます。はい、ということで、USB メモリーからね、起動しましたけど、ちょっとね、USB なんで、なんか動作がもたもたしている感じはするんですけれど、はい、これ正式にね、このノートパソコンにインストールしてみたいと思います。この右下、クリックします。はい、そしてこれ、インストール OS ってあります。ここをクリックします。はい、なんか出ましたね。で、ここで、インストールクリックします。ここでなんか出ましたね。はい、これも OK でございます。じゃあ、ゴーゴーインストール。これもね、20分ぐらい時間かかるそうなんで、しばらく、様子を見たいと思います。はい、なんとか、インストールが終わったようです。はい、パソコンからね、USB メモリー抜いて、電源を入れたいと思います。さあ、ちゃんと動きますか？パナソニックのロゴが現れましたけど、どうでしょうかね。ちょっと時間かかってますけど、出てくるか？出てきた。出てきた、出てきた、出てきたよ。OK かな？ちょっと時間かかるかな。どうなんでしょうか。なんか起動が素早いという話も聞いてるんですけど、まあ初回なんで、まだ設定してないんで、
ちょっと起動が遅いのかな。あ、動いてはいます。お、画面切り替わった。あ、またこれ英語になってますね。またこれ、設定が必要ですね。あ、 OK、 OK、 起動した。はい、じゃあね、さっきと同じようにちょっとね、設定してみたいと思います。はい、ということで、無事設定が完了しました。古いノートパソコン、パナソニックのね、レッツノート CFS10、 これ2011年発売のものなので10年前のノートパソコンがね、もう Windows11 にはアップデートができないので Chromebook としてね、また動き出しました。これね、結構また使えるのかなと思いますんでね、これからこれであれこれと、試してみたいと思います。また、Chromebook に関するね、YouTube の動画もね、バン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 投稿していきたいと思います。はい、ということで、今回はこの件で失礼します。注意事項をお話ししたいと思います。すでに皆さんご存知かと思うんですけれど、 Chromebook のパソコンは Windows や Mac に比べると、さほどスペックはね、高くありません。今回ご紹介しましたように、もう古くなったパソコンに導入するっていうのが一番良いかと思います。今皆さんが使っている現役のパソコンに Chrome OS をインストールすることはおすすめできないかと思います。ですんでね、もうこれ使えるかなどうかなというね、古いパソコンに実験的に導入して確かめてみてください。どうぞよろしくお願いします。